皆さんこんにちは、Bレジェンド上野です。本日行っていく種目はランジの種目になります。一言でランジと言いましてもバリエーションが様々ありますので、そういったところも今日はまとめてご紹介できればと思います。最初に紹介していくランジのバリエーションは、一番オーソドックスな足を前に踏み込むタイプのフロントランジから紹介していきたいと思います。ダンベルがない状態で行いますと、片足ずつ前に出してで戻る、で反対の足も、で動作としてはこんな感じになります。前の方に足を踏み込みますので、まずご自身の体の前方部分に動作の邪魔になるものがないかという確認をした上で動作を行ってください。でどちらの足からでも構いませんので、かかとから足を出してこのまま体を落とします。で戻ります。でこの戻る時に体がぶれたりとか、あとは元あった場所に1回で戻れなかったりしないように、なるべく1回で戻ってこれるように動作を行っていただきます。フロントランジで刺激が入る場所としては、下半身ではあるんですが、特にこのお尻の筋肉であったり、あとは少し歩幅を小さくして膝の曲げ伸ばしの可動域を大きく取ることで、ももの前側の筋肉、大腿四頭筋に刺激が入りやすくなります。この動作を行うにあたっての重心の乗せ方なんですが、効かせる場所によって微妙には変わってくるんですが、最初のうちはどこに効かせたいというよりも、一番こう体が安定する重心を取っていただければと思います。こういうふうに足を置いたときに体がフラフラっとしないようにするためには、おそらくかかと側に重心を置くのが最初はやりやすいかと思いますが、あえて大腿四頭筋を狙いたい場合は、足を置いてから体を落とす際につま先の方に体重を乗せるというのもテクニックとして使えるかと思います。続いてのバリエーションは、足を後ろに出して動作を行うバックランジというバリエーションです。動作を行いますと、立った状態から足を引きます。で戻ります。引きます。戻ります。動作としてはこんな感じで、フロントランジと大きな違いが、フロントランジは前に踏み出した方の足に刺激が入りますが、バックランジは引いた際に前側に残っている足の方に刺激が加わります。はい、後ろに足を引くことで、その刺激が入る方の足が地面と接したまま動かない状態なので、本来そのお尻だったり狙いたいところに刺激を与えやすいのは、実はこっちのバックランジの方、かもしれません。これはやりやすい方を選択していただいてもいいかなと思うんですが、ちょっとランジがまだ不慣れな方だったり、あまりその効いてるのがわからない方というのは、バックランジで練習をしていただく。で、お尻のストレッチ感を味わってもらうのがいいかと思います。後ろの方に踏み込む足の幅なんですが、これは正直股関節周りの柔軟性によって大きく変わってきます。ただ、こう大きく踏み込んだ時に、この辺が少し痛いなとか、ちょっと詰まるなという感覚があるのであれば、ちょっと開きすぎかなと。大事なのはこの前に残ってる足、こちらに対して体をしっかり落とし込めるか、深く下にしゃがめるかということになるので、その深くしゃがめるにあたって無理のない幅で足を引いてあげるのがベターかと思います。続いて紹介するバリエーションは、前や後ろに足を踏み込むのではなくて、横に足を開いてしゃがむサイドランジというバリエーションです。フロントやバックに足を踏み込む場合でも、動作としてはワイドスクワットに近い形になるので、股関節周りの筋肉やその内転筋に刺激が入ります。なので内ももを鍛えたいなという方におすすめです。で先ほどのそのフロントランジやバックランジに比べて、出した方の足
もしくはバックランジのように残した方の足に体重をかけるっていうイメージが強いと、こう出した時に体がこう横にスライドしてしまいがちなんですが、サイドランジの場合体を横にスライドさせるということはせず、足を開いたらそのまま両足で体重を受けるようにして真下に体を落とすようにするというのが非常に大きなポイントになります。で、最初のうちはこう2段階に動作がなっても構いません、開いてしゃがむで戻るで開いてしゃがむ、これだけでも構いませんので、体が流れないようにというところは意識していただけたらと思います。あのサイドランジについてもこうしゃがむ際に背中が丸まったりしないように胸を張った状態を作るようにしてください。で、なるべくその鏡を見ながら自分の姿勢がまっすぐであるかどうかというのを確認しながらやっていただくとさらに効果的です。では最後に紹介するバリエーションが、踏み込んだ足に対してそのまま前に進んでいくウォーキングランジ、この種目を紹介していきます。基本的にはフロントランジと同じように、お尻だったり、大腿四頭筋に刺激が入る、種目にはなるんですが、足を出して戻る動作ではなくてそのまま、前に進んでいくということで、特にその体幹の部分には、また違った刺激が入る種目になっております。トレーニングをそこまで積んでいない方であれば、もう重りを持たずにご自身の体重だけでも相当な刺激になりますので、例えば公園などで、このウォーキングランジをして下半身を鍛えるなども非常におすすめです。全てのこのランジの動きも共通して注意点にはなるんですが、動作中に、背中が丸まったり横に体がぶれたりしないようにまっすぐ姿勢を保つということを意識してください。で、前に進むというイメージを持つと、やはりそのつま先側の方に体重が乗りがちなんですが、そうすると膝に負担が大きくなりますので、体重を受ける際はかかとの方から足を置いて行うというふうに意識をしてもらえるんだと思います。今回は、このようなランジのバリエーションを紹介いたしました。今日私ダンベルを、基本的に持たずに種目の解説をさせてもらったんですが、下半身をより強化したい男性の方であれば両手にダンベルを持ったり、あと本当に広さが許されるのであればバーベルを担いでやる方法もあります。で、逆にまだトレーニングの習熟度が高くない方であったり、女性の方であったりという方は、もうダンベルなくてもご自身の体重でも非常に大きな負荷になりますので、それを逆に利用してジムに行けない時でも多少のスペースがあればできる種目ですので、ご自宅だったり公園だったりで実施していただければと思います。かなりそのお尻周りに刺激が入る種目ですので、女性の方もヒップアップを目指される方には非常におすすめとなっておりますので、ぜひ継続して試していただけたらと思います。以上です。